ソフィー、アスベルは大丈夫だよ、きっと。リチャード、僕がラムダに取り込まれた時とは違う。アスベルにはラムダの心に真正面から立ち向かえる強い意志がある。だから多分大丈夫だ。あ、それとその、ありがとうリチャード。それとごめんね。え？半年前のことちゃんと謝らないとって思ってた。いや、君が謝る必要はない。僕こそすまなかった。友達だよね。あ、では俺たちも友達だ。教官も？ソフィー、このおじさんは危険だ。あっち。教官、危険なの？ああ。ははは、ええか。相変わらず上半きついです。
久しぶり。はあ、久々に里でゆっくりできると思ったら、これはまた随分と賑やかな団体様の到着だこと。あのね、お姉ちゃん、ちょっとお姉ちゃんの知恵を貸してほしいんだ。私の？モンスターの変質に関しては状況や環境に適応するための突然変異の可能性が高いわね。それはどういうことですか？元来生物には種を保存するメカニズムが備わっているのよ。極寒の地に生息する生き物も最初から寒さに適した体を持っていたわけではないわ。外敵の少ない土地に移り住み、その地方に適応した形に種を進化させていった結果なの。それと同じことがモンスターにも起こったと。今回の場合は人という外敵に対しモンスターの生存本能が個体に進化を促したってところかしら。待ってください、それは俺たち人間の存在がモンスターを強くしたってことですか？今そう説明したつもりだけど、ま、あくまで仮説だけどね。だけどさ、お姉ちゃん、さすがに進化が急速すぎない？そうね、本来何世代もかけて徐々に変化していくものだから。だけど昔からバルキネスクリアスのそばでは生物の突然変異は多数起こっているわ。何か外からの干渉があれば進化の確率は増すということよ。他にもラスタリアやラムダのような存在が影響を与える可能性は高い。ラムダが元凶とは考えられないかしら？それはない。言い切ったな。なぜないと言える？我の力を見くびっているのか？そうじゃない。俺はお前と生きると決めたんだ。信じるのは当たり前だ。信じる？だと？さっきだって俺を助けようとしたからお前は力を貸してくれたんだろ。たとえそうだとしても貴様が宿主だからだ。我をうちに封じたからといって簡単に制せると思うのは傲慢な考えだ。制せるなんて思ってない。ただお前のおかげでなんとか危機を脱することができた。レイガーまだだったよな。ありがとう、ラムダ。くだらん。ラムダの影響なのかはわからないけど、あのモンスターからラムダの力は感じなかった。だとすると原因はあっちかな。フォドラ、私がみんなを呼んだのってフォドラの様子がおかしいからなんだよ。気づいたの？